ハイパイだけ取っておきました。久しぶりに透明ハイを触っております。順番通り並べて、こういうパターンは手悪いなってバレますね。自灰の部分に練り灰がたくさん並んでる。しかもここに自灰があるってことは、これも絶対自灰ってバレます。順番通り並べる都合上、練り灰は4枚中1枚しかないので、これがハクハクとかペーペーペーとかありえません。全部バラバラだなっていうのが 100% わかるんで、見るとこうです。まあ、順番通り並んでいる以上、これはわかんないです。ピン図かもしれない。ただここに自灰あるってことは、こっちも全部自灰。パッと見、まあ真ん中に寄せんのかなと。悪そうですね。ピン図で一面揃ってるけど、まずここの1枚積もって、そこのうち、ああ切ろうと思ってた灰が重なった。まあこうなるとペーペーペーの可能性も、まあどっちかが1枚ペーと、あ、今シャーこっから出てきた人を知ってる人はこれペーなわけないですね。こいつがペーかもしれない。なので少しでは進んでるかなと思いますが、実際はこう。まあまず手なりで真ん中に寄せます。球層が1枚浮いてるとこの手が遅そうですね。ちょっと練り灰で隠れたんでまだマシですが、こいつがペーだと、あれ、イーシャンテンくらい1点じゃねえのと。パーピン、これがパーピンか9ピン、ペーペーペーと。言うほど遅くないんじゃないのかなと思うけど、実際はこう。練り灰をうまーくこう、ブラフの種に使えるか使えないか。実際は麻雀なんで、自分の手を見ながら、捨て牌見ながらで、相手の手の内のどっから何が出てきた、何巡目に練り牌がこっち側にあった、そんなの見てらんないんで、一応リャンシャン、パーピンだけが1枚浮いている。ここでパーピン切ると、あれ、ちょっとテンパイくらいは、テンパイくらいは見えますね。ローワンをジャン頭にして、ピンズの345ペーペーペー3、うん、でも3、4、5、6、8、そんな練り牌が、4枚に1枚しかない練り牌がそんな都合よく来るか。実際はリャンシャンテン、これを手の中に入れちゃうと、白を切ってこれを手の中に入れる と、 ちょっとブラフとしては弱いですね。なので三蔵切りたい。ただこれを手の中に入れると、さっき一巡前と打って変わって668の時点でなんかしょぼそうと。ほっ、八を切ってみる。イーシャンテン、こんだけ練り牌くっつくと
読むにも読めないでしょう。こっからさっき三蔵出てきたって覚えてる問い面とかが見てれば、僧図はここ全部3枚とも僧図だなというのがバレるんですが、まあそこまで実際は見てないと思います。そこに数層入れちゃうとな。そろそろこのペイのあんこを、いやちょっと頑張るか。4万、どうだろう。実際6のあんこでメンツできてるんで4は切る。でよくそこまで見てんのか、そこまで実際は見てないと思うと、まあそういうセリフが一人でやってても出るんで、この白をペンに見せてるつもりでも実際もし人と打ってたらそこまで考えてない可能性すらあります。自分はブラフかけてるつもりで持ってるけど相手は誰一人気にしちゃいないと、そんな風に考えてもいないと。この練り牌は効果あるかな。イーシャンテンから進む、あ、来た来た来た、チーソー待ち、役なし、これで天敗。まあ想図のところが隠れすぎて分かんないですね。テンパってるんであればローワンとペイのシャンポンはあるか。ローワンとペイのシャンポン、ソーズのネイハイ 1,2,3,6,7,8 として、ただ自分の手にソーズのネリハイの1があれば、あ、これブラフだなと思いますし、実際は一応テンパイはしてると。透明牌の場合はこうする必要があるのかですね。空切りをする必要あるのか。まあただ天敗と。一応形は揃いましたが、透明牌で空切りをする意味が、序盤であれば手の中に練り牌をたくさん持つ意味で空切りは効果あると思いますが、なって、はい、まずは並べる。お、なんか新郎党っぽ、ぽい想図のトイトイ。こんな手格好、いやでも向こうから見ると悪そうですね。いちいちマンズのいちいち想図のいちいちの時点で第一ためにローワンスーピンが出てくればまあチャンタだなと思いますけど、基本悪そうだなと。実際はまあチートイツを見ながらチャンタも見ながら想図も一応見ながらと。なのでちょっと私はローワンスーピン外してみたい。ただこういう打ち方すると向こうから見た通り、ああそうだよねと、ちゃんと国士そっち方面に行ったなと、次スーピン出るんでしょうと、あやっぱりみたいな思われそうです。んちょっと練り配、こまあいいや、あんまり入れ替えない方がいい。まあ、こう寄せてくると
一応参考チートイは見ながら、本命はソーズかなと。ステハイがこれなんで、ステハイはソーズに行ったなと。実際トイメンがこれだったら、でも手が悪そうですね。手が悪そう。次に E1 なんか切るようだと、パッと見見えるチートイかなが拒否されるんで、ソーズだなと。透明ハイでまだメインホーン1回も出てないんで、1回、透明ハイのメインホーン、向こうから見たらどう見えるのかと。これは、ただ3個も見えるんで E1 を外すのも、スーピン切っちゃったんでウーピンは切る。ステハイはバリバリソーズ。チートイツイーシャンテン。まあ、実際は泣けやすそうだし、吐くトイトイとかも、吐くからならポンしてもいいかなと。ステハイは見え見えの本一。おお、すごい。これチートイツテンパイですが、1600でいいのかと。泣きあり、実際はイーマン切って本一トイトイ役役とかを見るんですが、例えばこれでリーチしたら、リーチしちゃったらまずバレますね。チートイツ確定ですね。例えばこれでリーチってやったら、この手が4メンツ1ジャンとメンツ戦にどうやってもならないんで、チートイツだなと。間違いなくチートイツしかないです。ってことは、これはまず、吐くかトンかどちらか。リャンゾーあたり危ないな。こういう分け方をすると、いや、ここに急走あって、ここに止まる時点で、この練り牌は9層しかないですね。ありえないですね。なので、こういうくっつきはできない。ん？あとはこうか。3と9の間。まあ、総図待ちしかないなと。リーチかけると総図待ちしかないな。リーチかけないとチーソーでローンできるかもしれない。ちょっと寄せてみます。ただこの状態でイーマンが手の中から出てきたってことは、まあ総図でしょうと。ステハイも総図だし、透明ハイでメインホーンテンパイをしてみたくて今イーシャンテン。ハクトンイーソーでテンパイ。メインホーンであればリーチかけなくても打点を期待できるんで、さっきのチートイツ1600は上がれたとしてもリーチかけちゃダメなんで、ダマだとちょっと1600はなぁと。この手格好をもらって1600点はどうかなと。まあ、結局払つかな。転敗せず、まあ、ただ驚異的ですね。ちょっと怖い。実際イーシャンテンなんで、まあ、実際は役牌内手、なんか役牌内手、
こんなテンパイなのかなと。透明、はい、触ってみました。ありがとうございました。